ラズグラトとは、ブルガリア共和国の北東部にある都市で、ラズグラト州の州都である。日本語では、ラズグラド、ラズグラット、ラズグラード等とも表記される。イブラヒムパシャモスクラズグラトは、ベリロムの丘にあった古代ローマ時代の都市アブリックスの跡地に建設された。ブルガリアで最もトルコ人比率の高い町の一つであり、1998年の 時点で住民の27%が自身をトルコ人と規定している。上述したごとく、ラズグラトはもともとアブリックスと呼ばれており、251年にこの地でローマ帝国とゴート族の間で戦闘があり、ローマ皇帝であったデキウスとヘレニウス・エトルスクスが戦死したことで知られる。ラズグラトには19世紀以降にランドマークとなる様々な建築物が作られた。 博物館や時計塔、ミラーのニコラオスから名付けられた、ミラクルワーカー協会などである。また、イブラヒムパシャモスクなど、モスクも市内に多く存在している。オスマン朝の支配時代は、ヘザルグラドと呼ばれた。ありがとうございます。